こんにちは、クイズキュンです。今回は3箇所の写真間違い探しです。問題は全部で5問あります。制限時間は90秒となっています。それでは早速始めましょう。1問目です。年越しそばの写真です。3箇所の間違いを探してください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。そばの量、お皿の模様、ネギの量が増えていましたね。2問目です。虎が寝ている写真です。3箇所の間違いを探してください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。肉球の大きさ、鼻の色、体の模様が一部消えていましたね。3問目です。かわいい雪だるまの写真です。3箇所の間違いを探してください。
終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。雪だるまのボタン、眉毛の角度、手袋の指が増えていましたね。これは結構難問でしたね。4問目です。お団子の写真です。違うところを3箇所見つけてください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。スプーンの模様、のりの量、よもぎのお団子が1つ増えていましたね。次は最終問題です。5問目です。書き初めの写真です。違うところを3箇所見つけてください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。文鎮の長さ、新聞の文字、ハツの横棒が伸びていましたね。それではおまけの問題です。掃除道具の写真です。3箇所の間違いを60秒で探してください。
タイムアップです。いかがでしたか？この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。